はい、こんにちは。トレ3月の原です。今日も動画の方を撮っていきたいと思います。はい、今日最近ね、あのアトレ3月のチャンネルの方ではまあいろいろ僕が一人で喋ったり、作家さんと投稿したり、展示風景を撮ったりとかいろんなことをしてるんですけど、割と初期の方はなんかアートとか、まあ、作家活動を始めた初心者向けみたいな方に対してこう、動画を作ってることが多くて、最近それやってなかったなと思ったので、今日は、そのシリーズというか、まあ、そんな感じでやっていきたいと思うんですけど、今日は、まあ、何をしようかなと思って、梱包の仕方、作品梱包について、ちょっと言おうかなと思いました。まあ、っていうのも僕ギャラリーをやっていて、まあ基本的にはね、その企画展ってやって、まあ、こっちから声をかけたりして、まあ、一緒にやりましょうっていう、まあ、割とそこそこ、まあ、キャリアのある作家さんとやらせてもらうことが多いので、まあ、そういう方々に対しての梱包はね、あんまりこう、何とも思わないんですけど、あのやっぱりこうコンペとか公募展をしてると結構ね、初めましての方が多いんですよね。で、初めましての方にしてもやっぱりこうギャラリーに出展するのが初めてとか、まあそういう方が結構多くて、まあそういうことってやっぱこう梱包とかがね、まだあんま慣れてなくて不慣れな方が多かったりするので、まあそもそも梱包って何でつながったんやったっけっていうところからね、あのちょっと説明するような、動画を撮ろうかなと思いました。はい。まあ前提として、あの正直ね、あの自分で梱包して自分で持っていって、で自分で開けて自分で展示をして、で自分で搬出して自分で撤収する、全部一人で完結するんやったら別に、ね、梱包はあのね、ある程度適当でいいと思うんですよ。その適当っていうのは、見てくれを気にしないっていうことですね。だからまあ作品に傷が入らないために梱包するっていうのは大前提じゃないですか。じゃあ作品をに傷がつかなければいいんですよ、言ってしまえば。はい。で、ただでもそれがね、なんでこう見てくれって言ったかっていうと、まあそのぐちゃぐちゃってこうプチプチをね、あのこうプチプチってね、これがまあ代表的な梱包材じゃないですか。まあ、これもうぐるぐる巻きにして、まあ搬入したら、まあまあその作品に傷つくことなんかないんですよ。まあそれでもぶっちゃけいいんですけど、ただやっぱりその梱包の仕方とかによって、その作家さんのその性格とかね、とか分かると思うんですね。なので、まあ、適当な梱包をすればするほど、まあ、その作家さんの、まあ、その、なんていうかな、性格が見え隠れしちゃうので、まあ、まだプチプチとかでくるんだったらいいんですけど、僕とか、まあ、ずっと5年ぐらいね、ギャラリーをしてると、やっぱりコンビニのビニール袋に、こう、バーって入れてね、持ってきたりする方もおったりするんですね。まあ、だからほんま、最悪、作品に傷がつかなけりゃいいんですけど、でもやっぱりこう、ね、なんかそのどういうその作家さんが作品をどれだけ大事にしてるかっていうのがやっぱその梱包で結構見えちゃったりするので、やっぱその辺は結構ね、あの初めましてのところに対しては結構気をつけなあかんなと思うことがあります。まあうちのギャラリーとかはやっぱこう僕が作品を預かって作品をこう開封して展示するっていうこと作業があったりするので、まあそういうところでね、こうやっぱ作家さんが作品をどれだけ大事にしてるかっていうのが結構分かっちゃったりするので、まあ作家さんは気をつけてもらった方がいいかなと思います。はい。でこれの記事、まあノートの方にも書いてるんですけど、あのそれに加えて今回はあのまあ僕の作品、僕もあの作家をしながらギャラリーをしているので、僕がまあそのギャラリーに納品に行くときどんな梱包をしているのかということをね、あの説明したいなと思います。はい。なので、まあ、早速いきましょう。これがまあ僕のちょっとちっちゃい作品ですね。ちょっとあの先ちょっと開けてたんでちょっとぐちゃっとしますけど、まあ、これが僕の作品で今、まあ、こういう感じで保管をしてます。はい。まあ、これね、どうなんでしょうね、まあ、別に丁寧でもないし丁寧じゃなくもないし、もっと丁寧にされてる方もいますけど、あのこれはちなみにこれはあの、まあいわゆる、まあ、売れ残ったというか在庫ですね。はい。をまあこんな感じでやってるんですけど、僕はまあ結構多作なんでこれぐらいでいいと思うんですよね。まあその村上隆とかもっと大御所の人がどういう風にやってるかはちょっとわかんないですけど、まあまずこの一番表面プチプチですよね。まあ、こう一番最後は僕プチプチで巻いて保管してるんですけど、あのプチプチの前にこのちょっと紙をかましてるんですよね。これはあの作品のタイトルなんですけど、まあ、タイトルをバーって書いてこうやってあの、倉庫みたいなところに入れてるんですけど、僕の場合ね、あのこの紙が非常に大事で、これねクッツカーネっていう、ホルベインかな、ホルベインが出してる保護紙なんですね。なんでこれをするかっていうと、まあ、僕の作品、まあ、これ、まあ、こんな感じですね。これは僕の作品なんですけど、まあ、これの保護紙をこのくっつか、
何回見るの、何だっけ、くっつかーね、くっつかーねっていう保護紙をあてがってます。まあこれね、ちょっと最初に言っときたいんですけど、これ僕も何回も何回も失敗してて、あの普通はね、このみんな多分プチプチでくるむじゃないですか。プチプチでこうやってこう作品、まあペインティング作品とか何でもそうですけど、こうくるむじゃないですか。で僕もそうしてたんですけど、あのね、これでずっと置いとくと、あのこのプチプチのね、特にあの僕みたいにこう作品の表面に光沢仕上げ、まあメディウムのニスみたいなやつでこう光沢仕上げとかしてる方って特にそうなんですけど、このあのね、プチプチのこのプチプチしてるこの丸のね、肩がねついちゃうんですよ。これあのすぐとく、もうほんまにね、まあ、1時間2時間とか大丈夫なんですけど、このままこれをずっと梱包したまま多分1週間とか、まあ、数日でもやばいと思うんですけど、これね、このプチプチの丸い部分がこうギュッて合わさって、この画面の表面にね丸い跡がついちゃうんですよ。ショックでしょ僕その経験が本当に何回も何回もあって、あの家で作品を作ってよっしゃできたと思って、でプチプチで梱包して持っていきました。開けました。そしたらこの画面のツヤのあるところにこのプチプチの丸い跡がついてるってことがもうめちゃくちゃ何回もあったので、これ相当ショックなので、あの皆さん気をつけてください。なのでその防ぐために、まあまずはあのこのプチプチのね、まあ多分、まあ、表と裏どっちが表か分かんないです。まあこのプチプチってこのまあデコボコになってる方、まあこっちじゃなくてこの裏側のこう、まあまだツルツルした方でをこの作品の表面に当てて、まあ梱包する。まあそれがまあ最悪それがいいと思うんですけど、でも僕ね、これでも数ヶ月間この状態で放っとくと、あの肩がついてしまうことがあったので、あまりおすすめしません。はい。なので、僕はこの、まあ、ホルベインのくっつかーねを、まあ、使って、あってくるんで、その後にプチプチをするっていう風にしています。はい。まあ、今のところはこれがベストなんですけど、ちょっと他の方に聞いたりすると、それでもちょっと、みたいなところがね、あったりするらしいので、まあ、なんかそこら辺は本当にこう、まあ、トライアンドエラーを繰り返しながら、ね、作品の保管っていうところもやっていかなあかんのかなっていう感じです。まあ一応言っときますけど、もしあのね画面の表面にプチプチの跡がつくことがあっても、その上からねもう一回メディウム、もう一回仕上げのニスを塗ったら、あ、それは消えますんで、まあそれも参考にしてもらったらいいかなと思います。はい。まあそんな感じですね。あとはちょっと裏見せんのちょっと汚いからあれなんですけど、あのまあ作品にはサインをしましょうっていうことですね。で僕の作品ってまあこんな感じなんですけど、これあの分かんないですよね。あの全然分かんないですよね、この作品の天地が全然分かんないんですよ。もうこれね、あのこのまま出してこのギャラリーの人がね、あのどれが上やったっけ、そんな分かるはずがないので、あのちょっと裏汚いんですけど、まあこんな感じで僕はあのサインをしてます。ちょっと字汚いな。はい。まあこのタイトルと自分の名前と制作年を書いて、でまあこれやってれば、まあ、こっちが上じゃないですか。うん、まあそういうことは分かるかなと思って、まあそれでも不審判やったら一応ね、こう矢印で点って書いてたら、まあ点値は分かると思うんですけど、あの作品のサインはあの必ずそのギャラリーとかイベントにする、行くときはね、あのしといてください。まあ分かりますよね、その作品のサイン、がある内でだいぶ価値が変わってしまいます。鬼滅の刃の作者が描いたイラストが10万円ですって言ってても、その人のサインが入ってないと、まあそれは買う気にはならないですよね。ほんまかいなっていうことになるじゃないですか。まああったとしても、まあその筆跡鑑定とかね、まああると思うんですけど、まあそういう話は置いといて、やっぱこうサインっていうのはね、非常に大事なものなので、作品の売買する際は、作品ってもうそのイラストとかコミックラスでも全部一緒ですよ。必ずサインを入れること、まあそれがこう価値、将来的なね価値のに左右されるので、それも大事にしてもらったらいいかなと思います。まあ、そんな感じかな。まあ、そんな感じで僕は梱包とかをしてます。はい。まああの人によってはね、あのそのプチプチでくるむとかじゃなくて、なんていうのかな、この、まあ、木をかまして、まあ、箱を作るで、
まあまあなんかいろいろあるんですよ。はい。まあそんな梱包の仕方もあります。で、まあ今日喋ってるのは、あくまでこうギャラリーとかに、納品する、ギャラリーに納品するときの搬入するときの、梱包の仕方とか、もう自分でか、またこれを作品を買っていただいて、でそれを納品する際の梱包の仕方はもう一段階やっぱレベルを上げないと、こんなくしゃくしゃな状態で梱包できない、梱包してね納品できないので、それはまた、まあ、別の機会にね、ご説明できたらいいかなと思ってます。まあそんな感じで今日は、まあ、ギャラリーとかイベントとかに、搬入行く際の、梱包の仕方ですね。で、まあ、これが養生テープなんですけど、この緑のやつですね。この、まあ、テープにもいろいろあるじゃないですか。緑とかこの白い養生テープとかね。あとはこの、紙テープとかあると思うんですけど、僕もギャラリーやっててよくあるのが、その、ガムテープでね、ぐるぐる巻き、布テープか。布テープでね、ぐるぐる巻きに梱包して送ってくださる方とかいるんですけど、そうするとね、このプチプチとかにね、布テープをバーってやると、全部破れちゃうんですよね、このプチプチが。なので、そうすると、こう、搬出の時どうすんねん、問題が、紛失したりするので、できたらね、この、ホームセンターで売ってる、この布、養生テープ、緑でも白でも別にいいと思います。まあ、緑は、まあ、あれかな、その、搬入するとき、まあ、ギャラリーに搬入するとき、緑でいいかな、みたいな。お客さんに納品するときの白の方がいいかな、みたいな。まあ、それぐらいの使い分けでいいかなと思います。はい。まあ、その、紙がね、紙とかこのプチプチが破れないんで、養生テープの方がいいかなと思います。まあ、それぐらいかな。はい。あとは、なんかもうちょっと細かいことをノートの方に、まあ、書いたりするので、まあ、よかったらそちらも見てくださいね、っていう感じなんですけど、まあ、今日は、梱包の仕方ですね。まあ、大前提として、作品に傷をつけない。作品に傷をつけない。まあ、作品をどれだけ大事にしてるかっていうのは、まあ、相手に伝わるのでね。まあ、綺麗に梱包するのがいいに越したことはないです。ただ、作家さんって皆さんが思ってるほど、器用な人たちじゃないんですよ。僕もね、最初は作家さんってすごい器用な人なのかなと思ってました。手先が器用で絵が上手かった、絵が上手い人ってね、思ってたんですけど、やっぱね、みんな全然器用じゃないんですよ。不器用、逆にも不器用な人ばっかりで、そんなね、めちゃくちゃ器用な人ばっかりじゃないので、あんまり期待せずに、まあ、ただ、こんだけ頑張って、やってくれたらなっていう思いが伝わったらいいかなと。まあ、個人レベルがそれぐらいでいいかなと思ってます。はい。いつも見ていただいてありがとうございます。まあ、こんな感じで、たまには、初心者向けというか、に動画を作っていきたいと思ってます。今日はこの辺で失礼します。バイバーイ。